どうも北澤です今回はあなたの馬見力が上がらない理由というテーマでお話ししていきます最近こういう質問を受けることが多くてちょっと動画にしてみようかなと思いましたもちろん僕も含めてできてないことが多くてですね自分自身への戒めも込めたテーマで書いておりますので、まあ、ちょっと偉そうに聞こえるかもしれないんですけどご了承していただいて、えー、まあこんなことよくあるよねという感じで聞いていただけたらなと思います競馬ナビゲーターそれでは まず最初にこんな経験ありませんかというところで、例えば、今週は副賞しか買わないと決めていたのに、結局3連単とか、いつも好きな馬券を買ってしまった。または、今週こそレースを絞って、自信のあるところだけやろうと思ってたけど、結局全てのレースにかけてしまったとか、ここもよくあるんですけど、この結果、 やろうと決めていた買い方や新しいバッケンシュへ挑戦しようとしていたその計画ができず結局いつもの買い方をして激チンするパターン、まあ、こういうのって結構競馬ファンなら一度や二度誰しもがあると思いますえじゃあレベルアップしたいのに、まあ、最近なんだか同じことの繰り返したなと感じていること、まあ、毎週同じ失敗してるような気がするなとか改善したい気持ちはあるのになんだか結局外れるんだよなと そんなことがありますね。で今回は馬券力が上がらない理由の一つとして誰もがやってしまいがちな落とし穴について原因と対策を考えていきたいと思います。なるべく短い時間で済むようにしますので是非最後までご覧いただけたらなと思います。というところで馬券力が上がらない理由なんですけどまあいろいろあるんですけど結論この一つだと思っていて。 先週の反省で考えた対策、まあ、来週やろうと思ったことを実際今週になったら、えー、実践しないから、てか実践できないからっていうのがま最大の理由だと思います。これを詳しく見ていくと、例えば日曜日の夜にまあ競馬の反省をしますね。まあ、今週こうだったとか、まあ、ここは良くなかったなみたいなことをやると思うんですけど、その中で例えば、まあ、今日はワイドなら当たってたっていうのが多かったと。 生まれんで買ってたんだけど、1着2着とか、1着2着ではなく、1着3着、2着3着が多くて、ワイドなら当たってたという反省を見つけたとします。でそうすると、来週は生まれをやめてみようと、代わりにワイドや副勝で、堅実に手堅く行ってみようというふうに計画したとします。でこの状態って、まあ、反省点を踏まえて、自主への対策がしっかりと計画できている状態ですよね。 まあ、すなわち、冷静に我が身を振り返って分析、反省している、できている状態だと思います。ところが、来週、まあ、実際、次の週の競馬にな,、えー、なってしまうと、まあ、当日の朝までは、先週の反省通りに決めた方法で、今週は新しいことをするぞと、ちょっと自分を変えてみるぞと思ってるわけです。つまり、朝は決意に満ちていて、新しい自分になろうと思っています。 ところがやり始めて、まあちょっとね、1、2レースとかやってみて当たらないと、なんだ、方法変えても当たらないじゃないかと。それならいつも通り競馬を楽しんで、えー、好きな馬券を買った方がいいんじゃないかというふうに思ってきてしまうわけですね。これもね、すごく僕もそうなんですけど。で、つまるところすぐ当たらないと断念してしまったり、諦めてしまうと。で、面白みを感じなくなるというのもあると思います。まあいつも3連複3連単やってた方が、実験的に、えー、回収率とか重視するために、 単焦復勝やろうと決意するけれども結局ちょっと1、2S 終わってやっぱつまんないなみたいな感じでやめるっていうのはよくあることだと思います結果的に、まあ、前の週に決めた計画通りにできないイコール、まあえー、イコールというかその結果いつもとに馬券を買ってしまうそして結果が SL と変わらないと、まあ、いつまでも進歩がないなかなか同じことの繰り返しになってしまうという まあ、負のスパイラルじゃないですけど、まあ、そういった声に陥ることがあると思います。ということで、最後に計画通りに実践できないことへの対策。えまず、来週は効果をと決めますね。これ反省の時点で、えー、反省に基づいて対策を打つ。来週は単勝だけにしようとか、副勝だけにして、もう絞ってレースを選択するという計画です。でこれを絶対に実践するためには、この2点。 まあ、ケイマ友達ににに宣言すすすするるる、まあ、一緒にやっってててみみないいいい実験誘ううののもででそそしてその結果をを報告する仕組みを作るということこつまりどういうことかというと強制的にやらなくてはいけない環境を作ることになりますでこれ書いてて思ったんですけど、まあ、ダイエットに似てるなと思います今ダイエットって結構 LINE グループで皆さんやられていることが多くてそうすると、まあ、今日はこういう運動をしてこういう食事をしてこれだけ痩せましたみたいな、えー 報告、まあ、これを義務化してルーティンとしてやっていくというのが流行ってるみたいです。これを競馬にも活用できないかなと思いまして、えー、こんな方法があるんじゃないかなと思って今日は動画を作りました。やっぱり一番難しいのは競馬友達がいないとか、周りにそういう人がいないってとこですよね。そういう方に関しては、まあ、SNS に投稿して、今週はこれをやるぜという投稿、そして日曜日に結果こうでしたみたいなのをやっていくと、えー、一つの、まあ、自分自身の制約じゃないですけど、 脳ができて強制的にやらなくてはいけない環境づくりへの一助となるのかなと思ってます。というとこで、えー、まあなかなかそうは言っても難しいと思うので先週僕が Twitter で言ってた将来部活動みたいなのを作りたいですって言ったのは実はこういうコミュニティ的なところで、えーまあ、一緒に馬券力を上げていこうみたいなとこですね。えー、だからその今風に言うとオン,ランオンラインサロンじゃないですけど、まあ、そういったところで 何か必勝法を僕が伝えるとか言うではなくてどちらかというとみんなで馬券力上げていきましょうみたいなワイワイガヤガヤやるようなそういったグループとかを近い将来できたらなと思ってますのでもし興味がある方是非その企画がスタートした時には参加していただけたら嬉しいなと思ってますということで今回はあなたの馬券力が当たらない理由というところでお話ししてきました、まあ、これだけじゃないとは思うんですけど えー、競馬の予想が当たらない理由としてはまあ大きく2つで結局はそもそもの予想方法が間違っているか、えー、もしくは予想方法当たってるけど適切な馬券手を選べていない、えー、この2つに極論になると思いますですのでまずは、まあ、そのどっちかっていうのをしっかり分析するのは大切なんですけどその次に今日話してきた内容先週決めた反省点対策を 意思をぶれずにしっかりと今週そして今週以降も一定期間実践し続けるということが大切だと思います、えー、では今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございましたよかったらグッド評価チャンネル登録お願いしますではまた